はいどうも、今日はですね、平塚正幸さんについてお話をさせていただきたいと思います。はい、今日はね、平塚正幸さんのお話なんですけれども、これはですね、私が言った話ではなくて、選挙ウォッチャー千代さんという方が、平塚正幸さんのことについて書いた記事がヤフーニュースに載っておりましたので、そちらの方をご紹介させていただきたいと思います。どのような記事かと言いますと、めちゃくちゃ平塚さんのことを何言っちゃってんのって言っている記事になります。何この人こんなこと言っちゃって、ちょっと違うっしょって言ってるような記事なんですけれども、まあどんなことをね、否定しているのかということを、ね、軽くお話をさせていただきたいと思います。でこの記事なんですけど、ちょっとね、4ページにわたるほどの結構長い記事なんですよ。なので前編ちょっと読んでいくことはちょっと難しいので、私なりにね、要約させていただいてお話をさせていただきたいというふうに思っております。もし、その全部読みたいという方がいらっしゃるようであれば、概要欄にですねリンクを貼っておきますので、そちらの方から全文、読んでみていただければと思っております。はい、ではね、一つ目のタイトルなんですが、反ワクチンも主張し始めた平塚というタイトルになっております。これが、見出しでございます。で、ここでどのようなことを言っているかと言いますと、前回の東京都知事選では、コロナはただの風邪というキャッチコピーで戦っていた平塚さんなんですけれども、今回千葉市長選挙では、ワクチンを打つなとね、強毒危険ということで、ワクチンの接種は強制ではないということで、反ワクチンも、今回の選挙では、焦点になってきているということを言っております。そして平塚さんの主張としては、ワクチンにより海外で重篤な副反応が起きた人は、死亡した人がコロナの死者数以上になっているというふうに平塚さんが言っているというふうに千代さんは言っております。そして記事内で特に問題視していたことが、ワクチンにより海外で重篤な副反応が起きた人、死亡した人はコロナの死者数以上ですということに、着目しまして、ちょっと批判的なことを述べているようです。どのように述べているかというと、新型コロナウイルスが原因で亡くなった人はこれまでに257万人以上なんですけれども、平塚正幸さんの言っていることが正しいとすると、新型コロナウイルスのワクチンが原因で亡くなっている人はその257万人以上になるんじゃないんですかということをまず投げかけております。さらに、データを持ち出しまして、補強しております。アメリカの、ワクチン接種が始まった2020年12月14日から2021年2月7日までの間、接種後の死亡が確認された人は1170人です。はい、でこれはワクチンを接種した人の全体の 0.003% に当たります。もちろんワクチンとの因果関係は分かっておらず、ワクチンとの無関係で亡くなったかもしれない方も含まれた数字になっていますが、ワクチンが原因で亡くなっている方が一人もいないと考えるのも難しそうであると。つまり、全体の 0.03%、まあワクチンで死んだかどうかっていうこともわからないけれども、ワクチン接種後に死んだ方、亡くなられた方が、これぐらいいますよということを言っております。そして日本でも、ワクチン接種後に亡くなられた方がいらっしゃるということで、死因はくも膜下出血だということも述べていらっしゃいます。はい、でまあ、ただワクチンとの因果関係は評価不能となっておって、今後さらなる情報収集によって何かの結論が出るかもしれないというふうに述べております。つまり、まあ、まだちょっとその因果関係ははっきりしない方がいらっしゃるということですね。はい、さらにノルウェーでは接種後3週間以内に高齢者が亡くなった111件のケースを精査したけれども、多くは高齢者施設に入居し、すでに衰弱していたり持病があったとされ、衰弱している患者にワクチンを打てば軽い副反応でも持病を悪化させる可能性があり、専門家チームを立ち上げさらなる検証を進めているという形の、データが出てきているということを述べていらっしゃって、イギリスでは402人、ドイツでは113人、韓国では7名死亡しているということになっております。こういったデータから見ても、新型コロナウイルスが原因で亡くなった人よりもワクチン接種で亡くなった人が多いというのは間違いだと言えそうだと結論付けております。でね、知恵さんは間違いだと言えそうだと言ってるんだけども、これね、平塚さんの論理からいくとね、それが間違いになっちゃう可能性があるんですよ。何かっていうと、平塚さんの中では
コロナウイルスで死んだ人はいねえんじゃねえかって話になってたような気がするんですよ。っていうかコロナウイルスなんか存在しねえよみたいなことになっているので、つまりコロナウイルスで死んだ人なんか一人もいねえんだよっていう論調だったような気がするんですよ、その当時はね。今も多分変わってないと思うんだよね、情報の更新とかなさそうだしさ。だからつまりね、ゼロなんですよ、コロナウイルスで死んだ方はゼロなんです。つまり一人でも、ワクチンを打った方が、まあ、でワクチンで死んだ方が出てくればもうね、コロナウイルスよりで死んだ方より多くなっちゃうんですよ、確かね。確かそんなことを言ってた気がするんですよ。このまんま言ってたわけじゃないよ、言ってたのはそのコロナウイルスは存在しないとか、新型コロナウイルスで亡くなった人なんかいねえみたいなことを言っていたような気がする。最近ちょっとね、もうだいぶ昔の話なので最近どういうことを言ってたかなんてことは、ね、ちょっとあんまり把握していないんだけども、確かね、記憶の奥底からこう引っ張り出してくると確かそんなことを昔言ってたような気がするんですよね。今も言ってるかどうか知らんけどね。だからつまり、平塚さんの論理からいくと、一人でも、ワクチンを接種して死亡した方が出てくればもう、その時点で、新型コロナウイルスよりで死んだ方よりも多くなるという論調になるんじゃないかなというふうに思っております。はい。ただ少なくとも、平塚さんが言っていたのはその新型コロナウイルスが原因じゃない死者が多分に混じっていると。だから実際にその発表されているものの中には全く関係ないことで、死んだ方が混ざっているからこんな数字当てにならんよっていうことを言っていたのも確かねあったと思うんですよ。だからその正確な数字っていうところでの争いはね、多分ね平塚さんにこれを投げかけると出てくると思うので、多分ね結論はつかないと思います。はい、決着はつかないと思うので、この辺のところはね、まあ、あなたがそう思うならそれでいいんじゃないですかというレベルになっちゃうと思いますよ。はい、はい。次の焦点がなぜ時短営業がコロナ対策になるのかという見出しでございます。もうねこれ初手でねバッサリ切り捨ててるんですけれども、千葉県庁前で行われた第一声でさまざまな陳説を開陳していたんですが、それ、どれも平塚正幸氏が理解できていないだけであるというふうにバッサリ切り捨てております。はい、内容の方ねちょっとね、かいつまんでお話ししたいと思います。まずですね、平塚さんの主張を簡単に、紹介しているんですが、8時以降飲食店を休んだら、皆様の健康や安全が守られる、こんな簡単な嘘に騙されてはいけませんというふうに平塚さんが述べておりまして、我々は、毎日呼吸をし、そして心臓を動かし生き続けているんですと。その間で8時以降に感染しないだろうか、飲食店に行かなければ健康になれるだとかありえるでしょうか、他の目的があると見るのが自然です。権力は常に大衆の行動を制限するように法律を作り、常識をメディアによって書き換えて今この2021年があるんですという主張をされているようです。まあ、これについて、千代さんの記事の方では、まあ、小学生に諭すようにですね、細かく説明をされております。要約して、まあ、どういうことを話しているのか、まあ、どうやって、そうじゃないんだよというふうに言っているのかということをちょっとお話ししたいと思うんですが、千代さん曰く、20時以降に感染するということではなくて、20時以降の食事については食事をとるということがメインではなくて、どちらかというと会話をするということがメインの場合が多いから、その会話の間で飛沫が飛び散ってそれに基づいて感染してしまう人が出てくる可能性があるから、20時以降の会食については自粛するように要請しているのが今なんですよということなんですね。で、昼間の食事については食べることがメインでありますので、特にねその食事をしているだけであれば、その飛沫の飛散なども、防げると、まあそこまで飛散しやすいものではないんですが、会話が伴ってくるというふうになりますと、それはまた別のお話なので、20時以降はまあお酒なども入ったりして喋ったりしますので、飛沫の飛散が大きくなる可能性があるから自粛するように求められているんですよというふうにご説明をされております。
まあこれについてはね、その平塚さんの主張がまあちょっと荒唐無稽だなというふうに思うのが多分普通の一般的な感覚を持っている方だと思うんです。はい。でまあ時代さんの言うことがまあおそらくね、まあ常識的な捉え方だというふうに思っておるんですが、何が問題かっていうと、ここで問題になってくるのは、平塚さんの言っている論理でそうだよねっていう風に納得しちゃう人が出てきちゃうことが問題なんですよね。こんなさ、少し考えればね、少し考えればまあ、分かるロジックなわけですよ。千代さんの言っているロジックに間違いなくたどり着く話なんですが、そこまでたどり着けない方がどうしても出てきちゃうんですよ。で平塚さんの言うその政府だとかメディアだとかそういったものを使ったそのまあ陰謀だとかに結びつけちゃう、つながっちゃう人が出てきちゃうので、もうこれはね、分かりやすく言わざるを得ないというところではあるんでしょうけど、まあ言ったところでもつながっちゃった人に関してはもう無理でしょうね。まあ、何が無理かはまあちょっと今言い難いところではあるんですけど、とにかく無理だと思います。ちなみに、この文章の中でその陰謀論についても否定されております。はい。政治家たちのその裏の目的なんかないんだよというふうにね、言っている部分もありますので、そちらの方はね、よかったら本文を読んで、見ていただきたいというふうに思っております。はい。次の込み出しの方が、国保4原則を満たしていないはデマという込み出しになっているんですが、もう完全にデマと言い切ってますね。はい。内容の方をちょっとお話ししていきたいと思います。ちょっとねこれはね専門的なお話なので、まあちょっと私なりの見解はねちょっと述べるのは難しいと思います。私はこの辺のね、医学的な知識は全くないので、まあ、まるっとご紹介するだけにしておきたいと思います。でまず国保4原則についてご紹介されているんですが、国保という方が1874年に初めて炭疽菌を発見した人の名前であって、その方の由来の原則だということです。でこれは電子顕微鏡もウイルスの存在も知られていなかった時代に編み出された、こうすれば菌が原因で病気が起こっていると断定できる論理のことであって、1、ある病気には一定の菌が見つかることを証明する。2、その微生物を分離培養できる。3、分離した微生物を感受性のある動物に、感染させて同じ病気を起こさせる。4、この動物から、再び同じ菌を再分離できるというような、この4つを満たしたものが国保4原則を満たしているというふうに、言われるものだというふうなことだということですね。で平塚正幸さんはこの国保4原則を、コロナウイルスは満たしてないんだよというふうに言っておるんですが、この千代さんはいやもうそれ満たされてるんであなたの言ってること間違ってますよというふうに述べていらっしゃいます。と、新型コロナウイルスに関する動物実験は世界中で行われておりまして、もうすでに、そういった4原則を、満たすような実験は全て行われているということらしいです。はい。この辺のところは私は分かりませんけれども、まあ千代さん曰くそういうことらしいです。ですから、平塚さんの言う国保4原則を満たしていないというものは、誤りであるというふうに、結論付けております。ちなみになんですが、世の中には HIV、人免疫不全ウイルスのように、動物実験を行うことができず、国保の4原則を満たしていないがウイルスとして認められているものも存在するということで、事例もご紹介されております。はい。最後の込み出しですかね。はい。マスクの効果についてという込み出しなんですが、はい。マスクの感染防止効果が高いことはスーパーコンピューターの、富岳のシミュレーションでも明らかなんですけれども、平塚正幸さんが言うにはマスクに効果らしい効果はないというふうに主張しております。はい。で、マスクの効果は顔を隠し、そして自分が吐いた二酸化炭素を吸うという効果しかありませんというふうに、平塚さんは言い切っているんですが、それに対して、千代さんはこのように述べていらっしゃいます。そして日本で欧米の国々に比べて感染者が少なかった理由はマスクだったんじゃないのかなというふうに考えられているということも述べておりまして、海外と比べてマスクの着用率は日本が非常に高いということを述べております。
で、感染者数が多い国々でいうとドイツで 1%、 イギリスで 2%、 アメリカで 5%、 フランスで 12% など、ほとんどマスクを着用する人がいなかったということです。このパーセンテージはマスクを着用していた、割合ということなんでしょうね、おそらく。はい、そういうことも述べていらっしゃいまして、マスクは非常に大事だということを述べていらっしゃいます。そう、あのね、これはね、前々から私も思っていたんですが、平塚さんってそのマスクの網の目はウイルスよりも大きいから、そんなマスクをしたってすり抜けてくるんだよっていうことをね言っているんだけれども、そう、このチライさんが言ってるように飛沫を飛ばさないようにすることが一番の目的なんですよねっていうことなんですよね。そこについてはね、平塚さん触れてないのよね、基本的には。そのマスクの網の目がっていうことをね散々パラ言うんだけれども、飛沫を飛ばさないようにするっていうこと自体にはあまり触れていなくて、まあおそらく自分の都合のいい論理をこうね、こう展開されていらっしゃるのかなっていう印象をちょっと持たざるを得ないような、主張だったなというふうに思ったのを覚えております。まあおそらく今もその主張ってあんまり変わってないんだろうなとは思っているんだけれども、まあちょっと無理があるよねとはね、思っておりますよ。はい、最後にですね、分析&考察というところで述べていらっしゃるんですが、国民主権党や平塚正幸氏の主張を全て聞いたわけではないが、おそらく全ての主張に対し間違いであることを指摘できると考えているというふうに述べていらっしゃいます。で、大体の主張はそんなに難しくないので、専門家でなくても指摘できるものばかりだというふうに述べていらっしゃってて、まあ結構言ってることは普通っぽいけど、かなり痛烈に批判してる一応ね、記事の中では今後も、平塚正幸さんのことを取り上げていきたいというふうに、述べていらっしゃいますので、もしかしたらね、続報が今後出てくることもあるかと思っておりますので、まあ、またね、何か、こういった記事が出てくればご紹介の方をさせていただきたいと思っております。っていうか、久々に平塚さんの、まあ、情報を得ましたけれども、あまり言ってること変わってないなという、まあ前にもちょっと言ったことがあると思うんですけれども、あまりこう平塚さんって情報の更新っていうものがね、そのされないなと思っていて、その情報の更新がされる方向性って、自分に都合のいい情報だけを仕入れて、そちらの情報を保管していくような方向でしか、情報を更新していないので、どうしても一方的なお話になりがちだなという印象はね、どうしても出てきております。はい、これはね、前から思っていたんですけれども、やはりその点に関しては変わっていないんだなという印象を持たざるを得ない記事だったなというふうに思っております。はい、ということでね、皆さん何かね、ご感想などありましたら、よかったらコメント残していっていただければ幸いでございます。以上。